現在のコンディションをまず伺まずえすでしょうか、えー、コンンディションはあのびっくりするぐらいいいですねあの、今までフェザー級だって63とかでいろいろやってきたけど、あのフェザー級は本当、ギリギリだったんで、今回、あの食べながら落とせてて、こんなあの感覚鋭くなるんだみたいな、久しぶりになんか調子いいです。はい他のあの 期待しててもらっいいいと思います今回の試合、どのような展開を予想されますでしょうか、またご自身ではどのような展開にしていきたいと思ってますでしょうかあーいや、多分きっとまあ向こうもしんどい試合でなんとか勝利をつかみ取ろうと思っていると思うんで僕もしんどい試合するつもりでた、えー、まあ向こうも僕も得意なところは同じなんで。 その向こうの方が1本取る力は強いけど、まあ、結局、頼れるところはどっちが上取るかの勝負になると思うし、まあ、最後、もしお互い決め手がない状態だったら、まあ、きっと足止めての打ち合いにもなるんだろうなって考えてるんでどんな局面でも自分の,あのいいポジションで制圧できるようにと考えてます。 確認ですえっとですねライト級で戦ってたのは2011年のドリームのフィケット戦以来そうですねあ,あもうそんなそうですね7年前、うん、はいすごくふっくらしているというか 2>, <laughs> 2日前とは思えませんけどそうですね思ったよりもあの本当ウェザー級の時はあのちゃんとした固形物取るのは1日1食であのあとはプロテインとかしか 食えないで1日、本当1時間半とか有酸素走ったりとかしないと、ちらうあったんですけど今回、ほぼまあ2週間前から軽く有酸素始めただけでしっかり3食食べながら落とせてまあさ最後はどの階級で戦おうときついと思うんですけどあの最後の水抜きとかきついと思うんですけどそれ以外ではすごいあのコンディションよく練習もできたし過ごせたんで。 なんかこんなんだったんだって、ちょっと、多分ライト級の、7年前のライト級の時よりも、調整方法もいろいろ分かってきて、コンディション作りも成長して、すごいいい状態が作れていると思いますライト級っていう響きって、やっぱり特別なんですか <laughs> そうですね、ライト級で生まれて、ライト級でずっと生きてきたんで、うん。 あのフェザー級の時も気になっているのは日本、日本で気になる選手はライト級の選手だけでしたね、はい、海外ではもちろんフェザー級ですけど、もう本当にその中で北岡悟っていうのは、ずっと日本でトップで、なんだろうな、あの、勝った時のオラオラ顔っていうか、お前ら見たかっていう、ああいう顔が。 あの逆に気持ちよくてあ俺もそういう感じでいきたいなと思って、まあ、戦うことになったら絶対ああいうオラオラがさせたくないんでしっかり結果出してもう本当に12月31日だけでいいんであの12月30日仮に12月30日1月1日に北岡悟と戦って負けてもいいんで。

えと I I I、like、今回の北岡悟選手との試合がライト級で戦う試合は川尻選手にとってどんな意味の 試合になるんでしょうかえっ、ー、と、自分の何を試したいと思って戦うんでしょうかそうですね。あの、あ、松山さん、あの、本格復帰おめでとうございます。復官。い来、え、来年度ですか楽しみにしてます。あのー、いや、もう僕もね、あの、彼もず,ず,ずいぶん長いこと、この世界で生きてきたんで、まあ本当、 総合格闘技っていうのは僕は日本で生まれたと思ってるんで、日本初の総合格闘技を占めて、僕と北岡悟との戦いで、日本総合格闘技、日本の総合格闘技っていうのを占めて、うん、MMA っていう、まあ今世界中に広まってるこの MMA っていうのを、また新たに日本で、うん、こんな戦いもあるんだっていうのを、日本中のみんなに、 見せたいですね、あのーあ、40過ぎてもまだまだすげえおっさんいるんだなっていう、あの同世代は楽しみにしてくれるけど、やっぱ僕もそうだけど、若い頃ってあの、おっさんファイターとかあんま興味なかったんで、いや、日本にもすげえおっさんがいるんだなっていうのを、ね、今、20代とか、そういう若い子たちに見せつけたいなっていう。うん それすごい思いますね。はい。それあの北岡選手とだったらできるという。はい。そのそういう戦いになると思うし、彼とだったらあのまあ、記録よりもこう記憶に残るような見ている人の記憶に残るような試合になると思います。ありがとうございます。 This is a question from rising's english commentary crew.。えっと、練習。だったり、試合準備以外の時間、空いた時間は何してますか。ええー、何してたかな。ええー。娘の誕生日で。任天堂スイッチを買ったんで。あの家族三人で。ボンバーマンずっとやってましたね。 あの、めっちゃ面白いんで、ストーリーっていうの、をおすすめなんで、皆さん、<laughs> スイッチ持ってい人は、あの、3000円で買えたんで、ボンバーマン。<laughs> ストーリーってなってください。あの、1の1から7の7までこう、7の9まで攻略していく感じで、めっちゃ面白いんで、僕は宣伝してもしょうがないですけどね。<laughs> ずっとボンバーマン、ボンバーマンやってました。 So I bought a present for my daughter, a Nintendo Switch, and we bought the bomb we were playing games called Bomber Bomberman, and three member families were just doing over, uh, <laughs> and so it just cost three thousand yen. So I would recommend it. So please do it, and I would like to say that it's a story is the point, and so you have to.

You're, you're coming for a long time competing, but uh, in your mind, uh, what do you think uh, about the the improvement of japanese mma you told, uh, told us right now uh, you want to to show to the to the fans the the how how strong how 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 uh, japanese mma is 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 good here because much people uh, especially hardcore fans uh, watching but the casual fans, not look how much time and we see a lot of events we have here in Japan. And you and Kitaoka have a big names in Japanese MMA, of course. And do you think this match against Kitaoka can can be helpful to to introduce the fans? If you not watch MMA, if you not watch the old days of pride, of now, which rising what rising are doing, uh, this is your プロフェクトのプロフェクトのプロフのキャリア長いベテラン選手だと思うんですけれどもそのご自身の中で日本の総合格闘技 MMA の成長っていうのをどのようにご覧になっていましたかっていうの がまず一つのポイントと、あと日本の,ファンあの格闘技ファンっていうのは非常にコアなファンもいればライトなファンもいると思うんですけれども今回北岡選手と川尻選手っていう非常にえっと有名選手の対戦っていうところでいくと、まあ、昔からプライドとかの時代からずっと見てきたファンにとってはすごくあの。 嬉しい一戦だと思うんですけどまたそうでもないそうではない新しいファン層っていうのに、うん、を訴求するのにもすごくいい機会だと思うんですがいかがでしょうかはい何でしたっけまあ日本の格闘技の成長をそれはやってる側ですかね <laughs> いやもう本当に昔はあのー、何も強くなる方法なんて分かんなくて僕が始めた頃はもう本当に入ってすぐ 師匠である桜井ッハさんにあのヘッドギャムなしのスパリングでボコボコにされてあこういうもんなんだなと思ってあの毎週土曜日、日曜日が僕のい,る総合いた総合格闘技トップスにッハさんが指導する指導に来る日だったんですけどあの月曜日から金曜日までは毎日練習行ってても土曜日はあの ジムについてマッハさんの姿が見えると、ジムに行かないで、ジムの周りの田んぼをぐるぐる回って、誰か、他にも来るのかなと思って、竜太さんに電話して、今日来ますかとかって、電話して、誰か同じ生贄にがいると行くんですけど、誰もいないと、1時間かけて来たのに、そのまま1時間、田んぼぐるぐる回って、また1時間かけて家に帰るっていう、練習しないで。 そのぐらいあの、格闘技の練習、総合格闘技の練習は怖いもんなんだなと思って、まあ、それでも強くなりたくて、なんか、仲間と楽しんでるうちに、今の日本の総合格闘技という状況から、世界の MMA という状況に変わって、今はなんか本当、科学的にも練習体験もできてきて、えー、なんか、うん。 バックボーン総合 M. M. A. っていう人がたくさん、これからもどんどん増えてくると思うんですけど。えー、質問なんでしたっけ。<laughs> えー、で、あ<の>まあ、それの流れで、今回の、はい、あの、あった、新たなファンだったり、コアなファン両方にそ。はい、その一線が与える影響というか。そうですね。そういう昔から。の総合格闘技から、日本の M. M. A. っていうか、もう総合格闘技を見てる人は。楽しんでもらえると思うけど。 MMA から始まった今の若い子は本当にピンときてあの川尻と北岡ってそんな昔すごかったのみたいなピンときてないと思うんであの昔じゃねえよっていう今も強いし今も譲る気もないしあの誰かに代わって変わるつもりもないし下がるつもりもないしあの40の強い親父っていうのを若い子に。

In the beginning, I was just started sparring without wearing gears, and that's how I did, and that's how he made me do. It. And every weekends is the time that I had trained with uh, the Sakurai-san would come to the gym, and and the other uh, from Monday to Friday, the weekdays I was training full time, but and the weekends I go to the gym and I spend like an hour to get to the gym, and but I see. Sakurai-san and I get scared and I was trying to call my friends and sacrifice them instead of me but I, if I couldn't do that I just uh, run around the field outside in like an hour and uh, I was trying to escape from Sakurai-san and but no but on the other hand I enjoyed training I enjoyed doing MMA with my and uh, um, I had uh, buddies and so that's how I enjoyed and that's how I uh, improved and uh, now that the MMA has become like from domestic MMA to international sport and so now that those fighters who are beginning to increase increase that who has a background of MMA and then so and in regarding the fans to uh i think the old fans are very excited to see our match but uh, at the same time i would like to show the young fans that we are not the past guys so i'm still strong and i'm not i'm not going to step back so 40 year old 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 guy but also strong so i would like to show that to the fans and also i would like to show that to the young fighters as well i'm not trying, I'm not trying to say bad things about Mahasa. it's すみません、最後公式からなんですが意気込みや抱負という部分であの今しはかなりあの若い方にあのおっさんやれるんだぞみたいなところをアピールするようなコメントが多かったんですけど、はい、やっぱりあの同世代のファンの方々で帰ってきてくれた。 いうウェルカムなファンが多分、すごく会場に多いと思うのでそういった方に向けてもメッセージを悩める中年男子たちにそうですねいや、あのー、僕たちのこうファイトロードっていうか格闘技人生を知ってくれている人たちはあの本当になんだろう、あのー、思いにふけってもいいしあの 楽しみにしてくれてもいいしまあセンチメンタルな気分で見る人もいるだろうし普通にあの熱く燃えるような気持ちで見てくれる人もいるだろうしいろんな感情でいろんな見方でまあ川尻達也対北岡悟を見てくれていればいいかな終わったらあの笑顔でも帰っていいし 泣いて帰ってもいいし、怒って帰ってもいいし、うん、みんな、それぞれの思いで楽しんでほしいと思います。